ずいぶん変わったミッションだったが、もう心配なさそうだな。つか、こうなったら歌って踊れる怪盗団とか目指しちゃう？何言っちゃってんの、そんないい声しといて。それにしても宴が盛り上がってよかったぜ。お客さんも喜んでくれてたし、こっちまではしゃがせてもらったしな。改めて思うんだけど、いきなり呼ばれたかと思えばダンスしろって話だろ。けどやりきっちまうところがお前のすごいとこだ。やっぱ人間ってさ、可能性の塊だな。お前と一緒にいると本当それを思うよ。我が輩にもあるのかな、人間が持ってる可能性。そうか、お前がそう言うならきっと。あ、意外か、最終回みたいな空気になっちまったが、まだまだ終わるつもりはないぞ。ちゃんと終了までやって、お家に帰るまでがミッションだ。エースの我が輩はお前らの手本にならなきゃいけねえし、アンドノにもまだアピールできてねえし、全部夢で終わらす気はねえからな。ということで一踊りしてくるぜ。才能の上にあぐらをかかず、常に努力を怠らない、我が輩のこういう姿勢盗んでくれていいぜ。お前の中にある無限の可能性を引き出すためなら。じゃ、行ってくるわ。